STS-118 は国際宇宙ステーションへの往来を目的として2007年8月にスペースシャトルエンデバーによって行われた12日間に渡る有人宇宙飛行である。8月8日にフロリダ州ケネディ宇宙センターの LC-39A から打ち上げられ8月21日にケネディ宇宙センターの NASA シャトル着陸施設に着陸した。これは STS-107 でのコロンビア事故前の最後のフライトである2002年11月の STS-113 以来のエンデバーのフライトである。STS-118 のパイロットのチャールズ・ホボーは STS-107 ではカプセルコミュニケーターを務めていた。もしコロンビア事故がなかったらコロンビア号の29回目の飛行はこのミッションに使われ、 ISS への唯一の飛行となっていたはずである。このミッションは ISS のプログラムでは ISS-13A1 と呼ばれ S5 トラスト曝露機器の予備品を乗せた船外プラットフォームとスプスハブモジュールで補給品を ISS に運ぶことを目的としていた。このミッションの後には2010年末までに20回のスペースシャトルの飛行が計画されている。 このミッションではメディアの関心はエンデバーの打ち上げ時に外部燃料タンクから剥離して落下した断熱フォームの衝突によりオービタの下側の耐熱タイルに生じた小さな損傷穴に集中した断熱フォームの衝突はコロンビアの事故の原因でもあったが損傷は比較的小さく致命的な位置でもなかった期間後の2007年8月31日 NASA は損傷を受けたタイルは大びた整備施設で取り除かれたが、再突入時の熱による大びたへのダメージは見られなかったと発表した。ありがとうございます。